レディース古着面白いなって思ったからバイヤー続けてて、それがかぶり色にもつながったっていう感じですね。新宿で今度オープンするかぶり色のバイヤーをしている堀江です。フラワーでももともと昔からユーズドを取り扱ってますが、今はかぶり色のユーズドの商品も買い付けを行ってます。かぶり色で取り扱う洋服は大人に向けた提案ができる洋服を取り揃えたいんですけども、その中でも日々おしゃれを楽しむ女性のための古着屋さん、そういったものを提案できる店長がいますし、店長も一緒に買い付けているので、うちの店長のセンスも存分に生かされた商品ラインナップになると思ってます。今は日本国内での買い付けがメインですけども、コロナになる前は年の半分ぐらいはアメリカを中心に買い付けを行ってました。ひたすら何万点という商品を見て、合う商品をピックし続けて、基本的には一人ですね。日本でいう高速道路走ってる時に後ろから突っ込まれたりとか、前の車のタイヤから飛び石が飛んできてバリバリに割れたりとか、タイヤのパンクも何回もありますし、基本は一人で、運転ももちろんそうですし、全部一人でやってましたね。日本に帰ってくるとやっぱり安心します。状態のいいものが店頭に並ぶようにかなりこだわりを持って買い付けはしていて、これまでにいくら可愛いアイテムでもどうしようもないダメージとか汚れだったり破れだったりっていうのがあって、泣く泣く買い付けられない商品っていうのはたくさんありましたし、付き合いのある取引先さんとか、自分たちでリメイクだったりリペアとかできる技術もあるので、その少しのダメージとかはこれまでの経験上より良いものに変えられるのであれば買い付けてますし、お客さんの手元に渡るときはそういったものはないように心がけています。店頭スタッフの意見とかお客様の声とかを大切にしていて、あまり押し感のないものを探しているのと、珍しいブラックも探しています。大きすぎないサイズ感のものを1点ずつ見て探しております。まだダメージチェックしていないんですけれども、色の落ち感であったりとか、この白のステッチがちょっと可愛いなとこれめっちゃいいなって思う私。あ、ボタンか。違うか。わ、大丈夫そう。スタッフが来ても可愛い。お客さんの着用してる姿とかも目に浮かぶような商品を、そういう商品を探してます。お店に入ったり倉庫に入ってすぐ他の人との競争率を少しでもかいくぐるためにトップス、ブラウスとかを優先して見始めたりとか、買い付け逃しっていうのを極力下げられるように。買い付けを行って洗濯から入るんですけど、洗濯にしても色で分けたり素材で分けたり、乾燥機はいいのかダメなのか、クリーニングに出すのかとかでまず仕分けを行って、近くにコインランドリーがあるんですけど、そこに持ち込んで洗濯を行います。
で乾燥機にかけられるものに関しては、まあ、その日中に乾くんですけど、乾燥機にどうしても入れられないものっていうのはたくさんあるので、そういったものは、洗濯が終わった状態のまんま町田の倉庫の方に持って帰ってきて、室内干しであったり外干しであったり、うち の, あのハンガーを使って乾くまで干す。その後乾いたもの、全部上がってきたものを、まあ、一通り検品して、ダメージや汚れがないか、汚れがあるものに関しては再度漂白だったり、シミ落としだったりっていうので、回すものと仕分けて、何の問題もないもの、ダメージがないものに関してはそれぞれアイテムに分けて、ワンピースならワンピース、スカートならスカートで分けて店舗に発送するっていう形ですね。でダメージがあるものに関しては、取引先の業者がいるので、そういったところにちょっとお願いをして、これをこういうふうにリペアしてほしいとか、これをこういうふうにリメイクしてほしいとかっていうのを指示書をこちらから提出して、そちらの方にまた送って、1週間後にこっちに納品されて、でそこからまた先ほど言った通り発送してっていう流れです。オープンに向けてフックを作成しようとしていて、その商材も可愛いのが買い付けられたので、大人っぽい感じで生地感とかデザインこだわって、この辺とかすごいいいですね。昨日一昨日で買ってきたやつです。これからかぶりろのルック撮影でもしかしたら使うかもしれない商品です。渋谷に送ります。可愛いでもなんかいい感じに映える。これでも可愛い。古着の魅力はやっぱり一点物なので、そこでの出会いが最初で最後、古着の放つ魅力というか、古着にしか出せない雰囲気ももちろんありますし、昔の洋服、80年代70年代、まあ、もっと遡ればいくらでもありますけど、今のムードに合わせたものをうちは展開しているので、文化だったり時代背景が反映されている古着を着てこそちょっとロマンがあるというか、それを着ることでちょっと気分が上がったりとか、普段の新品とかのお洋服の中にうちで買った一点物のユーズドを加えることで、その日々をちょっと楽しめるというか、古着買ったことがない人もたくさんいると思うんですけど、そういう方にこそ着ていただけたら面白いと思いますし、新たな発見が大いに見つかるお店になると思います。オープンは一応今のところ8月の20日前後を予定しておりまして、新宿のルミネ2 4階です。お店の中まだ全然
片付いてないんですけど、重機の搬入と商品の、展開まで進められればいいなと思っていて、オープンまでに綺麗にしたいと思います新しくオープンするお店は、ユーズドヴィンテージのセレクトなんですけど、もともと古着が好きな方でも楽しんで見ていただけるような、結構デザインが強めの商品だったりとか、なんかベーシックな合わせやすいお洋服とかも取り揃えてるので、店内を見て回ってみてほしいなと思います。ユーズドを普段あまりコーディネートに組まない方でも、これって古着なんだっていうような、古着してないような商品とかも取り揃えてるので、割とこう普段のスタイリングにプラスして合わせやすいようなアイテムも豊富にあるので、気軽に見てお洋服選んでいただきたいなと思ってます。古着だけを着てる人ってなかなかいないと思うんですけど、その組み合わせ方とかバランスとかっていうのは、古着を普段取り入れたことがない方もちょっと、お店に来てその商品に触れ合ってもらうと、これもありかもって必ず思ってもらえるような、その品質、商品の綺麗さとかも含めて感じ取ってもらえる店舗だと思うので、古臭いイメージだったり中古っていう括りで捉えられてる方とかもいると思うんですけど、じゃないんだよっていうのは分かっていただけると思うので、ぜひすごいフラットな軽い気持ちでちょっと遊びに来るような感覚で来てもらえたら嬉しいです。カブリロのバイヤーをしている堀江です。カブリロのバイヤーをしている堀江です。なんか言い回し微妙かな一応めっちゃ撮ってよちょっと今日日にち間違えたな、ちょっと辛いですねこの2人で